ビューティーコンサルタントの宇治原です。今回は好きなお客様だけを取っていきましょうという話をしていきます。まあ最近本当にお客さんの数減ったなみたいな話がありますけど、お客さんの数よりはね、やっぱりこのお客さん大好き好き、ね、そういうお客様だけに絞ってやっていきましょうっていうのが、これからの新しいサロンのスタイルだというふうに考えてます。実際これ机上の空論じゃなくって、うちのコンサル先、それからうちのサロン等々ですね、まあ、全てこの方式を取ってます、ね。そのための集客、それからどんなメニューコースやっていったらいいか、ね。それからそのお客様たちを生涯お付き合いするためのフォローをどうしていったらいいか、ね。いうような、観点でお話ができればというふうに思っていますね。これはエステティックサロンをはじめ全てのサロンに共通するところなんで、皆さんぜひ会場に足を運んでください。お待ちしています。